今日は皆様おなじみの K-POP アイドルを参考にして夜のコミュニケーション術十二星座から学ぶ性知識ということで解説をしていきたいと思います。おひつじ座から魚座まで12個の星座があるわけなんですけれども、その各星座によって大体のコミュニケーションの仕方っていうのがある程度決まってきます。それは普通に友達と交流したり恋人と会話をしたりするときに出てくるわけなんですけれども、当然夜の場合にも適用されますね。なので皆さんがこれから男性と付き合う際にこういうコミュニケーションを夜するとうまくいくよというアイドルを参考にして分析していきたいと思います。注意点ですが、 100% 私が言っていることが全て当てはまるわけではありませんが、だいたいこんな傾向があるというふうに見ていただけるといいと思います。まずはおひつじ座です。おひつじ座の K-POP アイドルの皆さんを順番に移していきますので、この人はおひつじ座なんだ、こういう傾向があるんだっていう感じで参照していただけるといいと思います。または自分が好きな人がおひつじ座です、彼氏や旦那さんがおひつじ座ですっていう方も参考にしてみてくださいね。さて、おひつじ座の方々の夜のコミュニケーションの特徴はというと、スピード重視っていうことになります。スピード重視っていうのは展開が早いっていう意味でもありますし、時間も長いよりもどちらかというと短いと、スピーディーということですね。ですから一回一回の時間もそんなに長くならないと思いますし、展開もゆっくりではないと言えると思います。ですから女性からすると物足りないなぁと、もうちょっとスローな展開が良かったなぁと思ったり、なんでそんなにいつも焦ってさっさと済ませようとするんだろうかっていうふうに、そんな不満を抱きがちになるのがおひつじ座さんが彼氏やパートナーの場合に起こるんじゃないでしょうか。これはおひつじ座の男性の本能的なものなので、本人も無意識なのでなかなか解決するのは難しいんですけれども、放っておくと自分のペースでどんどん進んでいき、女性側が満足しないまま終わってしまった、またはあっという間に終わってしまった、もっとムードがないんだろうかっていうふうに思うこともあるかもしれません。まあ勢いがあって情熱を感じられるって言ったらそこはいいところなんですけれども、あまりムードや雰囲気を重視せず本能のままに突っ走るところがあるので、初めからさりげなく女性側がリードしたり要望を直接言ってみるっていうことが解決方法になるんじゃないでしょうか。例えば前戯や愛撫などをろくにせずに挿入に至ってしまうっていうこともありえるので、そういう時はちゃんとある程度段階を踏んでくれた方が気持ちいいんだよねですとか、その方が満足感が高まるからそうしてほしいなという感じで、命令口調ではなく普通にお願いするような感じで言ってみるといいと思います。そういうことは最初のうちから言っておいた方が良いですね。初めて夜を共にした際にそのようなことを要望として言ってしまえば、そういうもんなんだって理解してもらえますし、回を重ねるごとにだんだん言いづらくなってしまうので、おひつじ座の男性と付き合う予定があったり今後体の関係を持つっていう方は、相手の勢いに飲まれて流されるままに行為をするのではなく、時々立ち止まって自分の方でうまくリードする、ゆっくりとした展開になるようにお願いする、彼が勢いのまま突っ走ろうとしている様子が見えたら一度違う行為を挟む、体勢を変えてみたり彼の手を取って自分が触ってほしいところに導いたり、何かしらのアクションをところどころで起こして彼の欲望のままに突っ走らせないようにするっていうことが大切になるんじゃないでしょうか。次は牡牛座さんなんですけれども、牡牛座の彼はとにかく性欲がある方が多いです。全員ではありませんが、もともと牡牛座さんは目の前にあるものをじっくりゆっくり長い時間かけて楽しむという性質を持っているため、食べ物に対してもそうですし、他のことに対しても同じような傾向があります。ですから目の前にいる女性をじっくり楽しみたいというか、性行為をゆっくりじっくりと味わうことこそが本能的な快楽であり、それが牡牛座さんにとっては当たり前なので、どうしても時間が長くなってしまうんですね。
ですから、おひつじ座さんとは逆で、行為の時間が長くなりがち。女性はまだ終わらないのかなとちょっと思ってしまったり、長くて途中で疲れて眠くなってしまったり、体力が持たなくなってしまったりと、そういう可能性があります。パートナー候補の男性がおひつじ座ですっていう女性は、それを覚悟して付き合う必要があると思います。逆に私も体力があって性欲もあって長い時間の方が満足できるしその方が嬉しいですっていう方に大石田さんはぴったりっていうことになります。ここは絶対に覚えておいてほしいですね。また大石田さんは昼間はいやらしい感じがほぼせずに好青年でどちらかというと性的なことに疎いような感じがして真面目そうな雰囲気で朴訥そうな素朴な雰囲気の方が多いんですけれどもさっき言ったように夜はじっくり楽しみたいというこの性欲性に対する意欲がもともとある方が多いですから昼と夜で180度変わって良くも悪くもこんな人だとは思わなかったっていう展開になりがちです。ですからそこも覚悟しておいた方がいいですね。性的なことに対して期待を持っている女性にとっては良い意味で裏切られて嬉しいなと思うでしょうし逆に素朴で性欲が薄そうで草食系男子だと思って付き合ったら逆だったっていうこともあり得るので彼の生年月日をチェックして大志座さんなんだなっていうことが分かったら行為の時間が長い回数も多いっていうことを覚悟した方が良さそうです。また、大石座のパートナーは自分から夜のお誘いをしたり、自分から何か積極的なアクションをするっていうことはちょっと苦手なところがあるものの、実はとても欲望で溢れそうになっているタイプなので、そういうところを上手に察知してあげて、彼が誘いやすいように仕向けてあげたり、相手には相当性欲があって、それを普段我慢しているだけでも大変なんだっていうことを理解してあげるといいんじゃないですかね。大石座の男性は全員ではないですけれども、自分に性欲があってムラムラしているっていうのを女性に悟られたくないなって思っている方が多いですので、またそれに対して罪悪感を持っているっていう方も結構いると思いますから、そんな風に思っている男性に対して追い打ちをかけるように、なんでそんなに時間が長いのですとか、なんでそんなに性欲あるの気持ち悪いみたいな言い方をすると、かなり傷ついて立ち直れなくなってしまうので、全部の要望を受け入れてあげる必要はないんですけれども、優しく見守るというか、理解をする努力があるといいんじゃないでしょうか。次は双子座なんですけれども、双子座の男性は自分の欲望を満たしたい、性行為をしたいっていう気持ちもあるんですけれども、それよりもその周辺にある出来事、まとめて全てを楽しみたいという気持ちがあります。具体的には性行為挿入するということそのものよりもその前の段階の体を愛撫したりキスをしたりそれに伴う会話をしたり挿入をするだけが性行為じゃないむしろそれはおまけであってその前の段階も十分に楽しみたいって思っているタイプですね。ここが先ほど言った大石座男性との大きな違いになります。大石座男性はもちろん性行為と言われるその一連の流れ全てに時間をかける傾向があるんですけれども挿入すること自体も大好きでその時間も長くなりがちです。しかし双子座男性にとっては挿入すること自体よりもそこまでに至る段階を楽しむ付属していることこそが主役だったりしてある意味大石座男性とは正反対なところもあります。もちろん挿入することに価値を置いていないわけではないんですけれども他の星座の男性と比べるとキスの時間が長かったり愛撫する時間が長かったり前戯の時間が長いっていう傾向は確実にあります。ですから女性にとっては双子座男性は嬉しいんじゃないでしょうか。十二星座の中でもムード作りがうまいというか女性の気持ちを高めるのが上手。前戯の時間が長いので女性の気持ちが自然とその間に盛り上がると言えると思うんですね。逆にもっと勢いがあって情熱的な性行為の方が好きだなと思う女性にとっては物足りなさを感じるかもしれないんですけれども双子座男性と付き合う場合は最後に至るまでの前段階それを一緒に楽しむようにするとお互いにいいんじゃないでしょうかと言いたいですね。
ですから双子座男性にとって長いキスや前戯などを一緒に楽しんでくれて乗ってくれる女性がいいなと思うでしょうし、そのような盛り上がりがあってこそ満足ができるなと思うんじゃないでしょうか。またその間にも無言でいるっていうことはあまりなくて、いちいち会話を挟んでくると思うんですね。女性の体を褒めてくれたり、こういうところがいいよって言ってくれたりっていう感じで、会話を楽しみつつ余裕のある態度で一緒に楽しめるといいんじゃないでしょうか。また双子座男性は女性の体を触ったり愛撫したりしながら女性の体を見ていたり、客観的にその様子を観察して楽しむ、興奮するっていうところがあるので、あまり見られたくない女性にとっては恥ずかしいですし、そんなにじっくり見ないでくれって思うんですけれども、見られているという状態に興奮してしまうような M 気質の女性にとっては最高なんじゃないでしょうか。そのように双子座男性との性行為はガツガツしていて情熱的っていうよりも、ちょっと冷静さを残しつつ楽しむと、そんな感じになりそうです。このように双子座男性は挿入に至るまでに時間をかけるっていうところがあるので、女性からするとじらされているのかなと思うんですけれども、それは別に作戦なわけでもじらしているわけでもなく、本能的にそのようになってしまうと言えると思います。終わりです。その他の K-POP アイドルの占い動画も見てね。